乃木恋第30回彼氏イベント泡展望のラブレターが開催されました、はい、彼氏特典にはですね、直筆メッセージカードがね、なんとあるんですね。自分のランキングは、はい、14位ということで。はい、どうも。絶対に新一さんの直筆サイングッズを取りたい、タンクです。はい、ということで今回の動画なんですけど、乃木恋第30回彼氏イベント泡展望のラブレターが開催されました。はい、で今回はこの彼氏イベントをやっていくんですけど、このイベントのやり方とかちょっとしたコツなんかを話していきたいと思います。はい、で今回のイベントなんですけど、11月24日から12月の7日の夜まで、まあ約2週間ですね、やっていて、で一つの動画にまとめるとちょっと長くなっちゃうので、前編後編という形にさせていただきます。はい、で今回の動画はですね、その前編ということでやっていきます。それでは楽しんでいきましょう。はい、ということで、じゃあまずね、今回のイベントの内容をちょっと説明していきたいと思います。はい、今回は彼氏イベントなんですけど、今回の彼氏特典にはですね、はい、直筆メッセージカードがね、なんとあるんですね。で、はい、でメンバー別ランキング1位から10位の彼氏って書いてあるんですけど、こちらはグリー版でして、アプリ版では1位から50位となっていると思います。はい、でなんとね、この直筆メッセージカードとは他に、メンバー名の刻印入りのクリスマスチャームがもらえるみたいです。どういう感じなんですかね？キーホルダーみたいな感じなんですかね？はい。はい、で11位以下のね、彼氏には、ドキドキコール券っていうものがイベントを進めていくともらえるんですけど、それを使って応募をして、見事当選したらもらえるという感じですね。はい。で、アプリ内特典に関しては、彼氏限定のメンバーカードがもらえるということで、で、こちらね、1位から6位。はい。で、アプリ版の方だと、1位から30位の人に、まあ、ゴールド限定メンバーカード。まあ、他の人とはちょっと違うカードがもらえるみたいですね。はい。で特典はこんな感じで、次にですね、まず、彼氏への、はい、どういった感じで、このイベントを走るかっていうのを説明していきますと、最初はこの学校の廊下と校庭の庭のツリー前っていうところは開放されてないんですけど、このはい、こんな感じでね、このバトルポイントを使ってアピールをしていくと。でそうするとですね、これを続けていくとデートをするっていうところがどんどん溜まっていって、でこのデートに挑むと、そうするとこういった感じでクリスマスツリーのチャームがもらえますね。はい。で、そうもらえた、アプローチをしてもらえたものっていうのはここで使うことができて、それぞれね、左からアプローチアイテムドロップ率がアップするというものと、獲得イベントポイントアップ、ボーカルアップ、ファミデート発生率アップっていう風にね、はい、これらを上げることができるという、これを上げとくとイベントをより有利にね、進めることができますよというものになってます。はい。で、このね、好感度っていうものがあるんですけど、これを上げておくと、もう今、だいぶ上げちゃってるんですけど、はい。まあ、こちらのね、好感度を上げて、アイテムがもらえますよという感じですね。はい。で、あと、報酬。こちらはね、累計イベントポイント。で、こちらも、アイテムがいろいろともらえます。次はガチャですね。ガチャも、はい。もう全部獲得し終わっちゃったんですけど、はい。ガチャもボックス1と、ボックス2、ボックス3、ボックス4があって、はい。こちらね、先ほどやった、その、メンバーに対してアピールをしていくと、イベントガチャチケットっていうのがもらえて、それを消費して、これを獲得していくっていう感じですね。で、この、冬恋、ボイスって言うんですかね。はい。これ、冬恋ボイスっていうのがあって、これは、はい、特殊効果ですね。特殊効果のボイスアップというところが上昇して、
自分は今、まあ、こんな感じのパーティーを組んでるんですけど、はい、今現状 319% アップっていうね特殊効果ついてます。あ、そうそう、でね、ウィコイボイスを集めるだけじゃ 319% にもならないんですよ。 319% になるのにはちょっと理由があって、こちらイベント特攻ガチャです。はい、まあ、なんか乃木フェスとかねやってる人だったら、まあでも大体のゲームこういうイベントには特攻っていうものが多分あると思うんですけど、乃木恋にもありまして、はい、今回ね自分ね、はい、こちらのね推しの新内さんが入っているガチャを引いたんですけど、はい、なんと、こちらのデータ録画していたはずなんですけど、見事に保存されずというね、はい、大事故をかましてしまいました。はい、90連引いたんですけどね、はい、そちらの動画音声しか残っていないという感じで、ガチャの結果はですね、はい、こんな感じになりました。はい、このガチャはね、はい、乃木コインというものを消費してやってるんですけど、10連引くのに3000乃木コインが必要ということ で、で90連引いたので2万7000コインを消費しました。はい、でこの乃木コインはですね、まあ、このゲームをやっていたら、まあ、ログインボーナスであったりとか、まあ、こうした彼氏イベントでもそうですけど、まあ、彼氏イベント以外の普通のイベントだったりとかでももらえたり、あとこの教室とかでね、このストーリーをね進めていくともらえたりするようなものなので、僕は頑張って無課金で、まあ、約2万9000コインを頑張って貯めて引きました。はい、でまあちょっと話それましたけど、で僕そうですね、今回特攻今現状こんな感じになっていまして、でこの 10% というやつがイベントを進めると必ずもらえるやつ で 60%、30% ってなってるのがガチャで引いた特攻ですね。はい、でも正直、まあ、お金を払えば、まあ、ガチャもできるんですけど、正直ガチャに課金するんだったらこのショップで売られているこういったねペンライトとかを購入した方がポイントは伸びるかなと、そういうふうには思います。まあ、僕はそうですね、まあ、頑張ってイベント走って、で上位10位以内に入れなさそうだったら、まあ、このペンライトをね購入したいと思います。まあそうですね、動画の後編の終わりに、このイベントでいくら課金したかもちょっと発表したいなと思ってます。はい、でまあじゃあ最後に、まあ、現状ですね、はい、自分のランキングは、はい、14位ということで、だいたいね彼氏確定圏内まで1500万ポイントを稼いで、もちろんねどんどんこの13位以上の人も頑張ってイベントを進めると思うので、それに食らいついてね、なんとか10位以内に入りたいと思います。はい、じゃあこれでね前編の動画は終了という感じになります。後編はですね、イベントのね、途中結果だったりとか、あとイベントを終了してからイベントのランキングの結果であったりとか、あとはどれぐらい課金したかとか、まあ、今回話しきれてない彼氏イベントのちょっとしたコツなんかも話したいなと思うので、ぜひそちらもご覧ください。はい、じゃあこの動画を見て乃木恋の彼氏イベントをやってみたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんでいきましょう。